之助は俺の剣客なんだな。よくぞ気づいた半端しよ。俺はお前よりも7日前に目覚めた男。之助はすごいな。もっと褒めろ。どうしてお前は軟弱だ。炭治郎さん、見てください、この本。水皮膚は鎧なんですよ。かわいい。毒が効かないから猪之助さんはこれと同じだって。忍様が彼について考えるのが面倒くさくなったのでは。つまり俺は不死身ってことだ。俺のことだ、この野郎。